世界にはいろいろな種類の戦闘機があるけど、どれが一番人気で売れているか知ってるかい？確かに、たくさんの種類があるのは知ってるけど一番売れている戦闘機と聞かれるとわからないよ。俺の知ってる自由が一番名前を聞く戦闘機ってことだよな。そうだね。報道などでもよく耳にする戦闘機 F-15 戦闘機。これが、世界で一番売れている戦闘機だ。やっぱりな、多少興味がある人間なら必ず聞いたことがある戦闘機だよな。それなら僕も知ってるよ。詳しいことは知らないけど、名前は聞いたことがあるよ。F-15 戦闘機の中でも F-15EX 戦闘機は多くの改良が施され、見た目は普通の F-15 戦闘機と同じなんだけど、その中身に関しては全くの別物と言われているんだ。今回は、その F-15 戦闘機進化系の F-15EX 戦闘機の性能と、どのように進化したのかを紹介していくね。それじゃあ行ってみよう。世界各国で活躍する F-15 戦闘機なんだけど、その F-15 戦闘機ファミリーの中でも一線を画すのが、F-15EX 戦闘機なんだ。この F-15EX 戦闘機が初飛行に成功した。アメリカの空軍には2021年中に納入され運用を開始される予定なんだ。実は、F-15EX 戦闘機は4、5世代に分類される戦闘機で、現在最新型とされている戦闘機は第5世代で、その代表が F-35 戦闘機になるんだよね。アメリカ空軍は、F-35 戦闘機の配備を急いでいたんだけど、なぜか4、5世代の F-15EX 戦闘機を購入し始めたんだ。あれ？どうせなら最新型の F-35 戦闘機を購入して配備した方がいいんじゃないの？そうだよな。最新型の戦闘機があるのに、わざわざ1世代前の戦闘機の購入を進めるなんておかしくないか？確かにおかしいよね。ここに来て、なんで1世代前の4、5世代戦闘機をわざわざ購入しているのか？この理由について、F-15EX 戦闘機と F-35 戦闘機の性能を見比べながら、アメリカ軍の事情なども考えて推測していこうか。そうだな、アメリカにはアメリカの事情があるだろうし、戦闘機自体の性能も違うからな、そのあたりを考えていけば、理由もはっきりするんじゃないか。2021年2月、アメリカのミズーリ州のセントルイス・ランバート空港で、F-15EX 戦闘機のテスト飛行が実施されたんだ。このテスト飛行の内容は、90分間の飛行テスト、電子機器、飛行コントロールシステムやソフトウェアの確認を行った。その結果、F-15EX 戦闘機のテスト飛行は何の問題もなく成功を収めたんだ。この、テスト飛行の成功で2021年中に F-15EX 戦闘機をアメリカ空軍に引き渡すことが決定された。アメリカ国防総省の方針では、2024年までに F-15EX 戦闘機を80機購入するという発表があったんだ。80機とは、かなりの大量導入だな。さすがはアメリカ空軍だ。そうだね。やはりアメリカ空軍は規模が大きいよね。2021年から2014年という短期間でこれだけの大量導入するのにも訳があるんだよね。この F-15EX 戦闘機の先代モデルとなる F-15CD 戦闘機があるんだけど、この機体は1980年に導入され、かなりの年数が経過しているから、老朽化は仕方ないことだよね。これに代わってアメリカ空軍に配備される予定で開発されたのが、F-15EX 戦闘機なんだ。これからのデジタル電子戦に備え、フライバイワイヤー方式による飛行コントロールシステムや、コックピットには、大画面のデジタルコックピットを採用した、まさに最新鋭の戦闘機だ。なるほどな。アメリカ空軍の戦闘機の役割として5世代機の F-35 戦闘機が中心となって、この F-15EX 戦闘機がサポート、バックアップするような形になっていくってことだな。F-15EX 戦闘機が新しくなったのは分かったんだけど、F-35 戦闘機の方が新しい機種なんでしょ？なら、やっぱり F-35 戦闘機でいいんじゃないの？ならこの2機種の戦闘機の相違点を見ていけば、その理由がさらに明確になっていくんじゃないかな。それじゃあ見ていこうか。まずは、やっぱり一番の相違点といえばコスト面だろうね。この2機種の機体価格の差は、F-35 戦闘機の最新型の価格は9000万ドル日本円で約100億円。一方 F-15EX の価格は8000万ドル約89億円になるんだ。現時点では1000万ドルの差がある。戦闘機となると空軍に1機、2機では話にならない。やはり戦闘機の数はそのままその国の空軍の強さを示す指標にもなるから、数十機、数百機の運用規模になる。1機なら1000万ドルの差でも、大量購入となると恐ろしい金額になるよね。いくらアメリカといえど、無限に軍事費を投入するわけにはいかないってことだよね。軍事費の問題はどの国も抱えてる問題だからな。
コスト面は大事なことだな。80機購入って言ってたよね。89億円が80機ちょっとよくわかんないや。確かにとんでもない金額だね。これでまず一つの相違点がコスト面ってことがわかったよね。次は、性能面での違いを見ていこうか。それじゃ性能面での大きな違いを見ていこうか。F-15EX 戦闘機と F-35 戦闘機の大きな違いはステルス性能が挙げられる。簡単に説明すると、敵に発見されにくい性能ってことだね。実際に起きた具体的な例を挙げると、トルコが購入したロシアの最新防空システムでこの2機を捕捉しようとしたところ、F-15EX は 320km 離れた距離でもレーダーに捕捉されましたが、F-35 戦闘機は 32km まで捕捉されなかったそうなんだ。ということは、F-15EX 戦闘機は 320km 地点で迎撃されてしまうが、F-35 なら 32km まで敵に気づかれることなく近づけるということなんだ。これが実際の戦闘となると、自国の主要拠点に 32km まで近づかれてしまうのだから。じゃあ、やっぱりステルス性能が高い F-35 戦闘機の方がいいんじゃないの？単純にそうとばかりは言えないんだよ。またお金の話になるけど、戦闘機を飛ばすのにもお金がかかるだろ？そうだな、燃料費や、点検整備費、故障への際の部品代。簡単に言えばそんなとこか。F-35 戦闘機を1時間飛行させるために必要な経費は$35,000。一方 F-15EX 戦闘機は$27,000。これでも$8,000の差があるよね。それと F-15EX は現在運用している F-15C や F-15E との共通の部品が多いから、故障の際の部品の供給に問題がなく整備や部品代なども抑えられるんだ。あとは、装備の問題だね。F-35 の兵器を搭載できる箇所の数は10箇所、F-15EX は19箇所。これを見てもわかるように F-15EX 戦闘機の方が、兵器を数多く搭載できるんだよ。F-35 はステルス状態で敵には近づけるが兵器の搭載数が少ない。一方 F-15EX 戦闘機は敵にはあまり近づけないが、兵器は多く搭載できる。要するに同じ戦闘機でも戦闘における立ち位置が全然違うんだ。F-35 は制空権での主軸となり、F-15EX 戦闘機はサポートや対地攻撃ということになる。実際の戦闘時は、この2機種のコンビネーションで戦闘を有利に進めていくということになるんだ。性能の違いは分かってきたんだけど、単純にステルス性能が高い F-35 戦闘機を改良して、兵器をたくさん搭載できるようにした方が戦闘が有利になるんじゃないのかな。そうでしょ？敵にできるだけ気づかれないように近づいて、多くの武器で攻撃した方が絶対強いでしょ。そんなことは、空軍だって分かってるだろ。それをやりたくてもできない理由があるってことなんだよ。そうなんだ。そのバランスが難しいところなんだよね。ステルス機には兵器を多く搭載することが難しいんだよ。兵器を多く搭載すればするほど、ステルス性能が落ちてしまうんだ。もちろん兵器の数が多ければ多いほど、重量だって重くなるだろ？重くなれば機体のスピードも落ちてしまう。ステルス性能が高く、兵器もたくさん搭載でき、スピードも落とさないといういいとこ取りは今の技術では難しいんだ。だから、F-35 戦闘機と F-15EX 戦闘機のいいところを活かしてバランスよく配備し、有事の際は、まずステルス性能が高い F-35 戦闘機が敵地深くに潜入し、主要拠点をロックオンして、後方サポート役の兵器を多く搭載している F-15EX 戦闘機にデータを送信、F-15EX 戦闘機は搭載している。長距離ミサイルで敵の主要拠点を攻撃する。こんな戦術で戦うことを想定し配備、運用を進めているんだ。なるほどな、コスト面の考え。2つの戦闘機の特徴を活かして戦闘を有利に進めるようによく考えてあるよな。戦い方の幅が広がるってわけだな。何事もバランスってことだね。こう考えると、F-15EX 戦闘機の存在意義は大きいってことだね。まあ。でも近い将来 F-15EX 戦闘機と F-35 の性能を合わせ持った戦闘機が開発されるだろうね。楽しみにしておこう。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。